田辺康夫、九重由美子さんご夫婦、結婚50年目を迎えて、試練を乗り越えての本当のおしどり夫婦。田辺康夫さんが原因不明の病気で一時歩行不能になったそうですが、奥様の九重由美子さんの献身的な支えで回復されました。そんな試練を乗り越えての田辺康夫さんと九重由美子さん、芸能界きってのおしどり夫婦として知られ、2023年には結婚50年目を迎えました。おめでとうございます。こんな試練を乗り越えてこられたご夫婦こそが本当のおしどり夫婦なのでしょう。田辺康夫さんは1945年4月5日生まれ、現在78歳になります。東京都出身で、本名は田辺康夫さん。九重由美子さんは1946年3月21日生まれ、77歳になります。東京都出身で、本名は田辺優子さん。田辺さんと九重さんはテレビの創世期に森重久弥さんの媒酌で結婚されて、2015年の時点ではお互いの個性を尊重しながら二人三脚で歩んできたおしどり夫婦として知られていました。2022年12月24日には東京新宿ケントスで開催されたクリスマスオールディーズパーティーで代表曲ヘイホーラをデュエットされたそうです。田辺康夫さんは日本の歌手で俳優さん。プロフィールは本名田辺康夫、生年月日昭和20年4月5日、出身地東京都、血液型 O 型、身長171センチ、東京都世田谷区出身で、現在は社団法人日本歌手協会の8代目会長を務めておられます。1963年あずさみちおさんとのデュエット「ヘイ・ポーラ」が大ヒットし、第14回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。今年2024年1月頃のテレビ番組「昭和歌謡」でご夫婦で出演されている姿を懐かしく拝見しました。1963年には二人の星を探そうよも発売し、人気歌手としての地位を確立しました。奥様の九重由美子さんとは芸能界きってのおしどり夫婦として知られております。お互いの個性を尊重しながら二人三脚で歩んできた素晴らしいご夫婦ですね。九重由美子さんは歌手女優です。プロフィールは本名田辺優子、昭和21年3月21日生まれ、出身地東京都、血液型 A 型、身長163センチ、東京都台東区上野桜木出身で、1962年にダニー・イーダとパラダイスキングの一員としてデビューして、1963年には皆さんもよくご存知のシェリーでレコードデビューし、この曲が大ヒットとなりました。学生時代は坂本九さんの後ろでコーラスを務めていたそうです。 NHK の夢で会いましょう、若い季節などの番組にレギュラー出演し、1967年にはテレビドラマコメットさんで主演を務められていましたが、当時事務所の方針で男性タレントと口を聞いてはいけないという対応を取っていたようです。コメットさんは宇宙からやってきた王女、コメットさんが地球で繰り広げる心温まる物語で、魔法のバトンで身近な事件を解決していきます。九重さんは放送当時可能なあらゆる特撮やアニメーション技術を駆使した意欲作で、当時のトップアイドルとして大きな話題を呼びました。1970年にはラジオ番組九重由美子のあなただけにもう一度でレギュラー出演した。1973年に現在のご主人の田辺康夫さんと結婚され、1978年からは育児のため芸能活動を休止しましたが、8年後に芸能活動を再開。そして1997年には夢で会いましょうコンサート全国ツアーを開催し、ご主人の田辺康夫さんとはお互いの個性を尊重しながら歩んできた誰もが知る芸能界きってのおしどり夫婦ですね。そんな田辺康夫さんが原因不明の病気で歩行不能になり、奥様の九重由美子さんの献身が夫を救った、こんなニュースを見ました。田辺康夫さんに不運が襲ったのは2007年のことでした。ある日突然原因不明の病気に侵された田辺康夫さんは自力で歩行することができなくなってしまったそうです。奥様の九重由美子さん、森重久弥さんご夫妻の媒酌で、1973年に結婚してから30年以上病気を患った夫を目の当たりにしたことがなかったため、大変うろたえたそうです。
直ちにご主人を連れて病院に行くと、医師からは九重由美子さんに残酷な言葉が飛び込んできた。ご主人はもう普通の暮らしはできないから入院するようにと告げられた。普通ならば医師の言われるがままにするところですが、九重由美子さんは私が治すと田辺康夫さんを自宅に連れ帰ってしまったそうです。精神的に憔悴し、車椅子も居心地がいいねえと話す田辺康夫さんに、九重由美子さんは楽になれると立ち直れなくなると知ったし、献身的な看病とリハビリ介助を続けたそうです。妻の姿に奮起した田辺康夫さんは壮絶なリハビリを乗り越え、約1年で歩けるまでに回復したそうです。田辺康夫さんと奥様の九重由美子さんは芸能界きってのおしどり夫婦。一緒に過ごした分だけ絆は強く、田辺康夫さんと九重由美子さんは結婚以降は共にコンサート活動を行ってきたおしどり夫婦です。病気を共に乗り越えたことによって二人の絆は一緒という思いによってさらに固くなったといいます。壮絶な病気体験を乗り越えた田辺康夫さんは、病気が治った自分にできることはないかと考え、車椅子2000台をボランティア団体に寄付したそうです。九重由美子さんも、人間何事も経験しなくてはわからないという神のおぼしめしと夫の考えに賛同し、それ以来夫婦で全国チャリティコンサートなどの福祉活動を精力的に続けておられます。熟年離婚も多い世の中で、この夫婦関係は誰もが憧れるところですね。また田辺康夫さんは2010年から一般財団法人日本歌手協会代表理事に就任しておられ、杉良太郎さんらと共に世の中への影響力を持つ歌手たちを率いて社会貢献に役立てる活動を行ってこられ、2011年の東日本大震災の時には全ての主催イベントをチャリティ活動に充て、2016年だけでも熊本地震のボランティアが活動など、その足を止めることはありません。こうした活動には田辺康夫さんらが築いてきた日本の歌謡曲文化の重みすら感じさせられます。それに反するかのように、近年は歌番組も減少傾向にある上、若者の支持層を持たない演歌歌謡曲は衰退の一途にあるといいます。2016年3月には各党の国会議員80名からなる演歌歌謡曲を応援する国会議員の会が発足され、出席した田辺康夫さんや杉良太郎さんが消えゆく日本文化の活性化を訴えました。田辺康夫さんらが築いた日本歌謡曲の歴史あってこそであり、世界に誇れる独自の文化です。国を挙げて守っていくべきでしょう。いつまでもお元気でご活躍されますことをお祈りします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。